池崎大輔パラスポーツのあ。この番組は三菱商事、毎日新聞社、日本軽金属、他各社の提供でお送りします。池崎大輔パラスポーツのあ。車いすラグビー日本代表の池崎大輔さんがパーソナリティを務め、パラスポーツ、パラアスリートについてさまざまなお話をしています。今回のゲストはですね、はい、ラグビー元日本代表で現在は立正大学監督務めてらっしゃいます堀越正美さんです。早稲田大学ラグビー部の卒業生でもあるんですよね、うん、堀越さんが。で、早稲田大学と明治大学、大学ラグビーというのはこれ伝統の一戦で、明治は前へ前へ、で総合力の早稲田、この頂上決戦の一つってずっと言われてる対決なんですけど、その通称瞑想戦の見どころなどについて伺っています。それではどうぞ。今回のゲストはこの方です。立正大学ラグビー部監督をしております堀越正美です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。初対面ですよ、ね、そうですね、はい、初めてです。でも今ラグビー部の監督、はい、をされているんですよね。はい、もう26年に実はなります、監督をして。26年。はい、僕監督業っていうのもちょっと興味あるんですよ。はい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 。ラグビーっていうところも共通して、はい、選手から監督っていうところも、はい、ああ自分がちょっと思い描いてるところになんでこんなピンポイントで来たんだろうっていう運命を感じながらも、ありがとうございます。そういう話もまあこれからちょっと聞けたらと思います、はい、で今回は堀越さんも所属されていた早稲田大学、はい、ラグビー部と明治大学ラグビー部が対決する大学ラグビー、はい、聡明戦なっていうんですか、はい、聡明戦というふうに通称呼んでおります。あの本当大一番で体重がすごく大きくて能力のある明治大学、うん、早稲田大学は片やもうそんなに大きくなくて練習をたくさん積み重ねて、はい、チームでなんとかこう明治大学に、まあ、勝とうという正反対のようなラグビーで、縦の明治、うん、横の早稲田みたいな形で言われるんですね。はい、やっぱりこの聡明戦っていうのは特別なものなんですね。そしたら、はい、もうラグビー我々、はい、にとってはすごく特別な一試合で、この聡明戦に出るってことも本当に一つ目標としてみんなやってますので、でもこの聡明戦っていうのは勝ち上がって勝ち上がって決勝でその早稲田と明治っていうところが対決するってわけじゃなくて、こういう大会なんですか。これですね、もともとチーム同士、まあ、大学同士がやろうよという約束のもとで関東五大学対抗戦っていうのが始まりまして、うん、慶応大学と早稲田大学と明治大学と東大と立教大学のこの5校がお互いに日にちを決めてこの日にやろうねって言って、このリーグ戦が始まったということらしいんですね。そこからだんだんまあ景色的になってきて、今は対抗戦早稲田明治がいるところが8チームあって、リーグ戦って、まあ、立正大学もいるんですけどそれに8チームということで、まあ、リーグ戦やった後その後大学選手権になるんですけど、昔はこの対抗戦だけだったみたいですね。はい、それが今年の12月1日に行われる。はい、これが100回目と。100回目。はい、堀越さんが考える見どころっていうのは、まあ、見どころはですね、これ、まあ、聡明が死を消して戦うわけで、見どころ以上に我々がこう体験した、多分池崎さんも決勝戦の時に満員のお客さんの中でやるあの高揚感というか、はい、で僕らがその大学1年生の1987年の時に、まあ、雪の聡明戦というのがありまして、うん、もう本当前の日から雪が降っていて、もうびちょびちょの中いろんな方たちの支えがあって雪をどかしてくれたりとか、それはグラウンドだけじゃなくて観客席もで、そんな雪だったんでお客さん入れないだろうと思って、ウォーミングアップに行って、帰ってきてロッカールームで泣きながらグラウンドに出ていったら、もう6万人がガーッといて、で出ていった瞬間にうおーってこう地鳴りのようなこの声援がもう体にビンビン来るわけですよ。すごい。でそれを今の18歳から22歳の学生たちがこの若い時期にそのいろんな人のパワーをもらえるっていうのはすごい経験なんだと思うんですよね。30人をみんなが6万人がうおーって言いながら応援する、この高揚感というか、まあ、本当にその時じゃないと味わえるようなものを今回
ぜひ皆さんに来てもらって、みんなで応援をして、そのラグビーをまた盛り上げてもらいたいということで、そこが見どころかなと思ってます。いやでもそれはすごいですね。僕だって今までずっとやってきた中でも6万人に見られたことなんか1回もないです。多くて2万人です。あ、でもそれはもうすごかったんじゃないですか。まあそれはちょうど2012年のロンドン、はいはいはい、まあ、パラリンピックの時、まあ本当パラリンピックが成功したって言われた、まあ、大会だったんですけども、はい、その時の会場が、まあ、2万人入ったって言われたんですけど、大観衆の中でやるっていうのはやっぱりすごい高揚感がありながらも、はい、ああ自分たちのことを見てくれてるんだって、そのラグビーの魅力だったり、その、ね、勝負っていうところ、はい、まあ、そういうところを見てほしいなっていう気持ちにはなるし、はい、だから変な力が出ません。できないこともできるような感じの力が。そうなんですよ。今回のパリでもそうなんですけど、はい、応援の力なんですよね、はい。自分が苦しい時とか、自分こんなことできたっけ、こんな力あったっけって、あ、これって周りが応援してくれるからなんだなっていうのは今回すごく感じて、はい、やっぱその準決勝で敗れてた試合が同点して延長で逆転で勝って決勝に行けたっていうのも、応援してる人の声援が、はい、まあ、力になって乗り越えられたんだなっていうのもあるんで、はい、それが6万人の人がわーって言ったら、そのフィールドに立ってる30人の選手はもうね、今まで自分たちが見つけた力以上のパフォーマンスを発揮しながら、そのラグビーっていうものをできる、はい、そうなんです。素晴らしい環境ですね。なんでそんな6万人も入るようになるんですかね。逆にそれが分かってればですね、はい、今年も6万人入れたい、本当にいっぱいでやってもらいたいなと。最近なかなかいっぱいになってないので。あ、はい、そうですか。そういうことを考えるとやっぱり運営的にもそういう難しさがあるんだと思うんですね、はい。あとはだから明治大学、早稲田大学の学生たちが今母校の応援をするということで、かといって3万人と3万人ではないですってわけじゃないですもんね。これはですね、早稲田は赤と黒で、明治が白と紺色なので、はい、大体あの当時僕らの時はみんなジャージを着てくる人が多かったんですよ、うん、そうすると明治のジャージの方が目立つんですよ、はあ、白がついてるから、バーって見渡すとなんか明治の方が 7-3 で多いんじゃないかっていうでまた明治の声もやっぱり明治がゴール前に来ると、まあ、フォワードが大きいので押しにかかってくるんですよね、はい、そうすると明治の大合唱で、で今度は早稲田ってなるんですけど、そうするとまたこれが怒号のようになって、グオーっても言葉にならないようなあれがグオーって来て、そこでやっぱり下手な試合ができない。いつも 6-4 とか 7-3 で明治有利って言われてても割と僅差になっちゃうんですよね。それはもう本当周りの応援に来てくれてる方たちのまさに声援がそうさせてたじゃないかなとすごく感じてます。大きく言えば、まあ、スポーツですよね、はい、やっぱそこのいいとこっていうのはもう見に来てくれる観客と一緒になんかその場を盛り上げてくれる、はい、またそのスポーツを楽しんでもらえる、みんなでなんか作り上げてるものだと思うし、はい、そういう場所でやっぱり試合をできる幸せな時間瞬間っていうところでは、もっともっと盛り上げていきたいし、はい、伝えていきたいし、はい、足を運んでもらいたいっていうのはありますよね、はい、すごくあります。はい、では最後に改めて堀越さんから大学ラグビー総名戦についてお知らせの方をお願いします。日本ラグビー大学ラグビーを引率してきた早稲田大学対明治大学の試合、通称総名戦は今年で100回目の対戦となります、通算成績は早稲田が55勝明治が42勝に引き分けとなっております。今年はどっちが勝つか、私としては早稲田に勝ってほしいですけど、ぜひお楽しみにしてください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。大学ラグビーの世界です。6万人の観衆の中でっていう、力になるんですね。やっぱり、いやそうだと思いますね、大学ラグビーってどのチームもそうなんですけど、はい、試合前に控え室で部下っていうのがあって、部の歌、はい、あれを肩組んで大絶叫で歌って涙流して鼓舞してグラウンドに出てくるっていうの、各チームそうなんですよ。いいですね、青春の真っ只中。仕事始まったらそんなことできないじゃないですか。もうなんでみたいな、なんで肩組まなきゃいけないのみたいな井上ドアの前でちょっとやりたくない
さて総名戦は明日12月1日日曜日国立競技場にて午後2時キックオフです。インターネットなどでも情報出てますのでぜひチェックしてみてください。以上池崎大輔パラスポーツのアでした。 TBS